こんにちは、ヒデです。今回はこちら、アマゾンのセールでちょっととてつもなく安いモバイルモニターを発見したんで試しに買ってみました。前からよくセールで1万円引きクーポンが出ることでネットの記事になって気になってたんですが、すぐクーポンは切れて買いそびれていましたが、先月のセールでまたクーポンが出ていたので試しに買ってみました。フル HD なら買わなかったんですが、ワイドクワッド XGA なのでどんなものか楽しみですね。アルゾフィア、アルゾファ、まあよくわかりませんね。はい、13.3 インチ IPS 液晶16対10で 2560×1600 のちょっと縦長な液晶ですね。まあ縦長っていうか、まあまあワイド液晶はワイド液晶なんですけど、解像度が表記が間違ってたのがテープで修正されてますけど、これがね、ちょっと使い物になるかちょっと試してみたいと思います。それではオープン。説明書。説明書も訂正されてます。本体。こんな風に箱で敷き詰められてますね。Type-C。Type-C ケーブル。アクセサリーズ。USB 充電器。A2C ケーブル。なんか画面拭き。HDMI ケーブル。フルサイズとミニですかね。それでは早速製品の表を見てみましょう。これですね。アゾファー正面で、こっちの側面にはオーディオに調整でボタンが一つ、こっちは給電用の USB-C とモニター入力用の USB-C と HDMI ケーブルですね。下側は何もありません。はい、こんな感じですね。フィルムが貼ってるわけではないようですね。でもこれ取っていいのかどうかわからない。取っていいのか。ディスプレイモニ USB-C、USB-A ケーブル、拭き布、あれは拭き布のようです。サポートも万全、メールアドレ、あー、フィルムを外せともつけとけとも書いてないですね。これは何でしょう。まあここっぽいからつけときますかね。カバーはどうもマグネットでついてるだけのようですね。こんな感じで立てられる。まあちょっと電源をつけてみましょうか。給電用ポートにこれを入れて充電器を、まあ、これで使えるはずなんですけどね。スマートフォンの映像が映るのか試してみましょう。おお、いけてますね。いけてますけど暗い。輝度を明るくすればまあなんとか見れないことはないですね。前回はちゃんとこっちの映像がこっちに出て、しかも音も出てますね。の紹介をしていこうと思います。私が買ったのは一番簡易的なネイチャーレモミニですね。まずはこちらの設定をしていきましょう。最大にはならないのか。アスペクト比の問題なんですかね。説明書、本体、エクスペリア1マーク3が縦長画面なので最大はこんな風になっちゃうんですね。じゃあ逆に iPad Air ならどうなるのかと。 iPad Air でも問題なく見れそうですけど、ちょっとやっぱり暗いですね。
暗いな。こんな感じですね。こんにちは、ヒデです。今回もウェナ3の iPad Air 4なら結構いい感じの大きさですかね。にしても暗いな。一番簡易なフィルムしてるからか。いや、フィルムしてるからじゃないな。こちらの設定をしていきましょう。まずは開封。まあ映すのには問題ないですけど、ちょっと暗いなといった印象ですね。これ USB-C から給電は、iPad からはさすがにできないですね。まあ問題なく使えますけど、暗い。なんでだこれ。バックライトがついてないとかそういうことか。あ、ここのボタンを一回押せば明るさで、押さなかったら音量のようですね。音量上がんないぞ。あ、ノートパソコンでつなぐ場合は USB-C のみできるみたいですね。あ、給電機能がないものに関しては携帯電話とか任天堂スイッチとかも電力供給という感じですね。最後にね、マニュアルにあった謎の文章。任天堂スイッチの充電器でモバイルモニターに給電すればスイッチに充電しつつ画面が映せるとあったので実際に試してみますね。モバイルモニターの給電ポートにスイッチの充電器を接続。続いてスイッチとモバイルモニターを C2C ケーブルで接続。おお、ちゃんと給電しつつ画面が表示されましたね。まあちょっと大きさが中途半端なのでこの状態で使うかどうかは疑問ですが、外で多人数でね遊ぶとかならちょうどいいかもしれませんね。モバイルバッテリーでも PD 給電対応であればジョン、バッテリー駆動でも給電ができそうです。とりあえずねちょっと使ってみましたが、最初はね検証用のサブモニターとしても使いつつ動画編集のプレビュー用モニターにしようかと思ったんですが、ちょっと画面の明るさが暗くてプレビューするにはちょっと苦しいかなと思ったんでやめておきます。代わりに撮影用カメラのプレビューモニターとして壁に設置して使うことにしました。これなら見た目もスッキリだし、検証で使うときは取り出して使えばいいかなと。というわけで Amazon で売ってた激安モバイルモニターの紹介でした。たまにセールで安くなってるみたいでクーポン割引なので価格の履歴には出ないんですけど、安いモバイルモニターを試したい方にはちょうど良いのではないでしょうか。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。